のついている方を表にして三角形になるように横に半分に折ります。三角形になるように縦に半分に折ります。折った部分の内側を広げて四角に折ります。ひっくり返して三角の部分を反対に折りずらします。折りずらした部分の内側を広げて四角に折ります。左右を真ん中の折り目に合わせるように三角に折って折り目を入れて広げます。折った部分の内側を広げながら三角に折ります。ひっくり返して左右を真ん中の折り目に合わせるように三角に折って折り目を入れて広げます。折った部分の内側を広げながら三角に折ります。残りの部分も折りずらしながら内側を広げながら三角に折ります。右へ一つ折りずらします。左右を真ん中の折り目に合わせるように三角に折ります。残りの部分も折りずらしながら左右を真ん中の折り目に合わせるように三角に折ります。
上の角を左右の角から折り下げます。残りの部分も折りずらしながら上の角を左右の角から折り下げます。折り下げた角を水平にし、立体にします。